以前、あのケインさんとねベンチプレス企画やっていただいた時、私が90キロを見事上げるということで、まあ100キロはね全然及ばなかったんで、きます。よし。出た。いける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 。あ、きました。ナイス。まあその後、トレーニングを積みまして、どの程度いけるようになったのかというところを今日示す。目標は 92.5 です。30キロから、温める。30キロで温めます。70いきます。オッケー。軽い。疲れる前に行くか。5キロ2枚。そして、1.5。これね、コツがあって、92.5 だと思わない。あと、なんとなく頭の中で、これ100キロじゃないと考えたら、結構いけるんですよね。跳び箱の時も、結構ずっとやってました。22段ですか？22段。の時は20、これまだ21、21って自分に言ったら、90ぐらいだと思ってやります。いきます。未曾有の領域です。背中痛い。この痛みは前回のケインさんの時にやった痛みよりは痛くない。あの時結構無理したから。よし、知ってる、この痛み知ってる。 OK、 ご視聴ありがとうございました。僕のマックスは 92.5 にパワーアップしたので、これから 92.5 の男としてしばらく活動していこうと思います。で、90、年内95、年明けにまあ100だね。やはりケインさんに指摘された週3でやりましょうが功を奏した形ですね、これきっと。いやー、長かったですわ、ここの 2.5 を更新するまでは。やっぱ今日軽く感じたな。てか、この背中をもうちょっと鍛えた方がいい。広背筋下部だな。
ここが弱いから多分痛くなるんですよね、きっと。これでも、あの、背中さえ鍛えればちょっといけそうな気がする。だから立足が背中だもん。上がるか上がんないかの。背中が痛くて上がんないから。背中さえ強まれば、もっといけるはず。